Hello everyone! Oh, today we will have a slight bit of a recap of what happened in the episode that crashed because of a thunderstorm shutting off the PC. Fucking again! So, in that crashed episode, I talked to Yuki. And I opened the UPC Flugel by having a 1v2 with my Arphases against the field boss of the UPC Flugel, and we get to know Yuki better and hear that she is inside the hospital and she loves bikes. So we try to impress her a little bit to increase the affinity with her. Like Yuki, she is at 100% now. Of course, Argo Klein and the others are possibly at 100% too. Now Len and Tuka Zero. To be at 100%. There's also Pitohui, Premier, Strea, Ilya, Rain, Yamikaze, Musketerex, Dine, Shirley, Clarence, Livre, Alice, Yu-Gi-Oh! 7, Yuma, Eiji, and Sachi that we need also to max out on the affinity before attempting to do the end game. So for now, let's do the cutscene. Zeliska, let's go. Yeah, but Zeliska wa ii yo na. Zeliska admiration floor. Yo, 2人とも. And solo with Perkato. Zeliska no 大人の女性の魅力ってやつを語。誰も聞いて。Yeah. Zeliska admiration floor. マスター、わかりますか?無理すんなって。あの包容力っつうか余裕のある感じたまんねえよな。褒めてくれてありがとう。こんなところで会うなんて。偶然だな。皆さんこんにちは。ゼリスカとデイジーなのです。こんにちは。今日はエギルに用があって来たの。Was there something you wanted to say? エギルに？いやでもこいつは妻子持ちで。Same dialogue. No matter what you say, Klein will always respond with Egil, but he's got a wife. リアルの話をすんじゃねえ。で、なんだ。And、なんか欲しいアイテムでもあるのか。And since they are talking, I will shut up. エギルはこの GGO で商品や素材の仕入れを手伝ったりしてるのよね。ああ。前のゲームほど精力的にはやってないけどな。実は探してほしいアイテムがあって。こいつは、おお、これは超レアだって話題になってるやつじゃねえか。ああいいえ、私のための服じゃないの。この衣装はデイジーちゃんのためのものよ。What we said didn't matter at all because she would respond.No, the outfit isn't for me. It's for Daisy. 私が…ん?おぉ!かわいい服だな!冗談でしょ?こんなふわふわでキラキラしたのは私には似合わないわ。I wouldn't be caught dead in something so pretty and sparkly. But in original Japanese, it said directly to English,That it doesn't fit her. そうか? What the fuck translator? よくあるじゃねえか。同じパーティーやスコードロンで仲良くコスチューム揃えてクエストに行くの。最近流行ってんだろ? That's news to me. おめえ遅れてんな。リアルでも若い女子はみんなやってんだぞ。しらじらしいね。どうせゼリスカがそいつを装備した姿を見たいだけなんだろそんなことねえってエギル変なこと言うんじゃねえよ
パーティーやスコードロンが同じだと同じコスチュームを着るのですか。まあそういう風に考える人たちもいるかもしれないわね。仲良しの証として。でも一目で仲間同士だと分かるとどうなのかしら。ゼリスカイスライト敵に視認されやすくなるかも。確かに実戦向きじゃないかもな。でも戦いの時以外もコスチュームを着て過ごすことはできるのです。こうして街中をおしゃれして歩くだけで楽しいと思うのです。そうね、街中でお揃いってだけなら問題ないわね。で、どうかしら、この衣装の素材は手に入りそう？まあ時間をかけてもいいなら可能だろう。いつでもいいわ。それじゃあ行きましょうか、レイジーちゃん。Oh, I forgot to say, I gave Stella this. どうかしたの、レイジーちゃん。This weapon that have the power of medium vaccine from White Frontier. That weapon with the broken damage.いいえ。Because それでは皆さん失礼します。Normal weapons from White Frontier are more than enough to get me through the original game. ち、惜しかったな。もう少しであの衣装をゼリスカに着せられたのによ。大人の女性のギャップ見たかったぜ。嫌だよ。それに全然惜しくなかっただろ。Exactly, Eggio. マスター、デイジーの様子が少しおかしかったように思います。True, Stella. She looked deep in thought. デイジー。デイジー was translated into I hope she's all right.Next cutscene. Let's go. 最近ゼリスカは少し元気がないように見えませんか？そうなのか。そりゃ一大事じゃねえか。こんなところで油売ってる場合じゃねえ。すべての女性のために生きるジェントルマンのクライン様がゼリスカさんを。やめとけやめとけ。余計心労がかさむだろう。She could have something on her mind. そのことでお話があります。デイジー。あれで、ゼリスカは？今日は私一人で来ました。ちょうどお前のマスターについて話してたんだ。本調子じゃないってのは本当なのか？はい、少し。理由がわからない。理由がわからなくても、元気づけたり、気を紛らわせたりすることはできます。そこで、ぜひ皆さんにお手伝いをお願いしたいと思って来たのですが。もちろんです。協力するのです。そういうことか。Stella is so eager to help. でも何をするつもりなんだ。 In English, even word help to support someone in need have word hell. What the fuck? Literally, what the fuck? 先日マスターは私のために衣装を作ると言っていました。マスターは自分には似合わないと言っていましたが。I hit my knee by accident. 私は知っています。マスターはああいったテイストの衣装が好きなのです。なるほど。なんとなくそんな気はしてたが。ゼリスカは自分には似合わないと言っていて、でも好き？あれれ、どういうことなのです？なら諦めることはないと思うのです。はい、なので私はマスターに私と同じコスチュームをプレゼントしたいのです。それはいいな。時間はかかるかもしれないが、収集不可能な素材じゃない。いえ、この衣装をスコードロンの女性全員分用意したいのです。全員分？なんでそんなに？クラインさんが前に言っていました。仲良しの仲間がお揃いで着ることが流行っていると。おマスターが自分で似合わないと思っている以上、この服を送っても着ることにはやはりためらいがあるかもしれません。
でも大勢で一緒に着るのなら少しはマシなのではと。That's a great idea. 了解だぜ。俺にも手伝わせてくれ。いえ、協力とは素材集めのことではありません。一人で？それは大変すぎるのです。 You can't exceed the UPC Glocken, baby. そうだぜ。こういう時は仲間を頼ってだな。もちろん信頼はしています。でもお願いしたいのは、この素材の効率的な集め方についてのご相談なのです。なんで素材集めは一人でやるつもりなんだ？私はいつもマスターに守ってもらってばかりだから。デイジーからの初めてのプレゼントなのですね。なるほどな。エイル、どうするよ？俺もデイジーの気持ちを尊重したいが、正直今のデイジーが一人で集めるのは無理だろうな。この衣装の素材にはエネミーがドロップするものがいくつも含まれているんだ。デイジー、お前のレベルはほとんど初期値だろ。そのステータスでこの衣装に必要な素材をドロップするエネミーを倒すのは無理だ。 And you can't exit the UPC Glocken because you are an NPC. 確かにデイジーはいつもフィールドには来ないのです。タイプ X、just like Stella. 実はマスターから禁じられているのです。おいおい、それじゃあソロで素材集めなんてとても無理だろう。一つだけ方法はあるぜ。ですがそれでは。俺の手伝いと言ってもデイジー自身が働くことに変わりはない。俺の下で働く以上はきっちり仕事をしてもらう。So, you pay her to sell your food. You have to work pretty hard. Egil-san, thank you for your suggestion. Whatever I would say, would not change the outcome. I'm a businessman. I don't want to connect to my own profit. Egil-san is getting angry. I'm not angry.けどよ、それだと俺らにやることはなさそうだな。そうでもないぞ。お前たちにはセリスカの動向を見張ってもらう。オーケー。マスター。ああ、こいつはサプライズだからな。当人にバレないように。トロサイなるほどな。Oh boy, let's get a change of pace.And then to Yuki. Yuki, って本当に強いわよね。どうしたの急に。いきなりそんなこと言われると照れるよ。謙遜することないわよ。さっきの戦いですごい活躍だったじゃない。クレハの言う通りです。Yuki はかっこよかったです。ねえ、どうやったらあんなに強くなれるの？何か秘密の特訓してるとか？勇気の強さの秘密か。それはオイラも気になるな。ぜひ聞かせてくれ。そう言われてもな。僕個人のことだから。それでも構わないわ。教えてくれるならとって。まあそこまで言うなら。と言っても経験をいっぱい積んだから。経験？勇気って。GGO はそこまで長くやってないわよね。うん、 GGO はね。だけど他のゲームはいっぱいやってきたからさ。 VR 空間での動き方とか敵の動きへの反応の仕方とか、そういうのはどんなゲームでも共通するところなんだよ。なるほど。やっぱり時間かけて練習し。そうだね、地道な努力が一番だよ。勇気の場合はそれだけじゃない気もするけどな。え、アルゴ、それどういうこと？やっぱり勇気には何か秘密があるの？知りたいか？もちろん。いいのか？この情報は根が張るぞ。なんせとっておきのネタだからなと言いたいところだけれど、これはあくまでオイラ個人の考えだ。情報ですらないから金は取らないよ。あら、珍しいわね。でも助かるわ。それで
勇気の強さの秘密っていうのは。センスかな。センス。Was translated into genius. 時々いるんだ。他の人たちとは明らかに違うやつらっていうのがさ。明らかに違う。ああ、勇気もそうだし、他にはキーボーとか、アーちゃんとか、シノンとか、あとは君とかさ。Oh, thank you. 当然ですね。マスターは最強ですから。最強かどうかはともかく、とてもニュービーとは思えない成長っぷりには驚かされるな。ま、世の中にはすごい奴がいるんだ。You will get Kureha jealous again. See? どうしたんだ？それじゃあ、センスのない凡人は強くなれないっていうの？ You can't be strong, idiot. そんなことはないよ。オイラたちみたいな凡人のためにあるのが情報さ。敵を知り、己を知れば、百戦危うからずって言うだろ。情報さえあれば、どんな強敵にも勝つことができる。オイラは、なんだ、ただの営業トークか。いやいや、嘘偽りない本心だぞ。でも、勝つための情報収集はすでにもうやってるしな。あ、じゃあさ、一気に強くなれるようなすごい特訓の情報とか売ってない？ああ、そういうネタは売ってないな。勇気の言ってた通り、地道な練習が一番だ。そっか。ま、そんなうまい話は転がってないわよね。クレハは強くなりたいんだね。うん。クレハも十分強いと思うけどな。ほとんどトッププレイヤーみたいなもんじゃないか。そうですよ。クレハは強いです。ありがとう。でもこの程度じゃまだダメなの。もっともっと強くならないと。誰にも負けないくらい。クレハの気持ちはちょっとわかるよ。僕も誰よりも強くなりたい。強くなって僕はこの世界にいるんだって証を残したい。勇気もそんなこと考えるんだ。あんなに強いのに。今の強さは関係ないよ。むしろ今よりもっと強くなりたいって。強くなりたいってのはオイラも同じだぞ。私ももっと強くなりたいです。もうみんな強くなったら意味ないじゃない。でもちょっとだけ安心したかも。みんな強くなるためにいろいろ悩んでるんだね。よし、それじゃあ早速次のクエストを受けに行くわよ。いっぱい戦ってもっともっと強くなるんだから。ああ、A new squad attacked Kureha once you are ready. And the Kureha is inside Kirito Suma. Let's go to the lista for a little bit and get the next cutscene. And see what happens. これで戦闘終了ね。マスター、お疲れ様です。ありがとう。本当、相変わらず凄まじい強さですよね。BOB に出たらきっとすごいのに。お褒めに預かり光栄よ、クレハちゃん。あ、ゼリスカさんだ。本当だ、無冠の女王だ。マスターは人気者です。このように多くの人たちが囲む。そんなことはないわよ。少し目立つアバターだから物珍しいだけよ。ゼリスカさん、もしよければサインを。それよりも俺と一緒にクエストに行きませんか。少し目立つとかそんなレベルじゃないような。スピキングアウトレート。どうしたんですか。ちょっと最近困ったことになってるのよね。困ったこと。マスターの人気がさらに加熱しているのです。行く先々で待ち構える人やクエストについてくる人が出てきたのです。おまけにいろいろな MMO 情報サイトから取材の申し込みとかも来てるのよね。全部私がお断りしているのですが後を絶ちません。ああ、なんかパパラッチに追い回されるアイドルみたいですね。まあ注目を浴びるのも一時的なものだとは思うんだけどね。それに私自身にも問題はあるわけだし。セリスカさん自身に問題。いえ、何でもないの。じゃあ今日は
私たちはここでログアウトするから。またね。あ、はい。またね。ゼリスカさん自身の問題って。多分、ゼリスカさんがあれだけ有名で実力もあるのに、ランキング上位を目指さないことも、普通のプレイヤーからすれば不自然だから。So that behavior makes her more popular. そんなとこじゃないかしらね。Think of anything else. It could be at least. おい、今ゼリスカさんがこの辺に。な、あんた、ゼリスカさんを見なかったか。I haven't seen her anywhere. もうみんな行きましたよ。助かったわ。ありがとう。別に隠れる必要なんてないんだけど、誰かにだけ。優しくしちゃうと、それはそれで問題になりそうだから、しばらくはこうするしかなさそうですね。このままだと余計にミステリアスな謎の美女イメージが出来上がりそうですけど。ミステリアスね。あなたたちは私のことをどう思っているのかしら。 You are a good friend, we trust you! Exclamation mark. そうよね。その人がどんな過去や経歴を持ってるかじゃなくて、今その人とどれだけ仲良くゲームをプレイできているか、それがこの VRMMO では一番大事だものね。私もゼリスカさんが大好きです。ありがとう、みんな。お姉さん、ちょっと感動しちゃったわ。お姉さん、じゃあクエストを進めましょうか。はい。私の正体を話す日が来るのかしら。 Don't worry, Zelisk. Don't worry. Let's go next cutscene. エギル。おう、いらっしゃい。デイジー、お二人とも、こんにちは。あ、デイジー。もしかしてエギルのお手伝い中ですか？Cutscenes connect together. You are really working hard, Daisy. はい。皆さんのおかげで、もう少しで目標金額まで届きそうです。すごいのです。俺もデイジーが手伝ってくれてるおかげで、随分と助かってるぜ。すみません。私にはマスターをお助けする本分がありますから。いや、わかってる。冗談だ。おい、おめえら大変だ。クライン、セリスカを見張ってたんだがよ。どうもこっちに向かってるっぽいぜ。おお、そうか。じゃあデイジー、しばらくあっちに隠れてろ。はい、私も一緒に隠れるのです。なんでアホシスまで。アホシス、クライアンシャドウ。アホシスじゃないのです。よし、隠れたな。エギル、こんにちは。よう、セリスカ。いらっしゃい。おお、セリスカじゃねえか。あなたたちもいたのね。はあ、あ、ごめんなさい。出会い頭にため息なんかついちゃって。どうかしたのか？最近ね、デイジーちゃんの様子がおかしいの。いなくなることも多くて。おI don't think you need to worry. かしら、そうだといいんだけど。セリスカがデイジーのことを話してるのです。そうですね、気になります。あら、今何か聞こえたような。いや、空耳じゃないか。俺も何も聞こえなかったぜ。そう、おかしいわね。そういえばよ、セリスカはエギルの店に行ったことがあるか？エギルの店、今来てるけど。ここは店っていうか、じゃなくてリアルの方の店さ。夜はバーで、昼間は喫茶店やっててよ。キリトとか俺らがよくたまり場にしてんだよ。店主の俺に断りもなくね。そう言うなって。ちゃんと金は落としてるだろう。うまいコーヒーや酒も飲めるしよ。今度一緒に行ってみねえか。クライン、さすがなのです。うまく話題をすり替えたのです。しかし、あれはただの
ートの誘いではないでしょうか。ロール。はあ。I'd like to go see a golf show. おめえも来んのかよ。あ、まあいいか。じゃあ今度時間合わせて一緒に行こうぜ。そうね。考えておくわ。あ、そうそう。買い物に来たんだったわ。へえ。なんとか気づかれずに済んだな。はい。ドキドキだったのです。俺としてはリアルで会えるいい口実も作れて万歳だぜ。クラインさん、申し訳ないのですが、マスターは最近お忙しそうにされています。あのように言われていましたが、実際に時間を作るのは難しいかと。というか、どう考えてもあれは脈なしの返事だろう。ゴーン。まあ、いつものことだな。はい、ありがとうございます。そろそろたまりそうですか。あと一息というところです。頑張りますので、皆さんも引き続き協力お願いします。 And the next cutscene, let's go. あ、ゼリスカが来たのですよ、デイジー。は、はい。デイジーちゃん、お待たせ。あら、あなたたちも一緒だったのね。マスター、mm-hmm. 実は今日はマスターへのプレゼントを用意しました。これは。 She gave her the outfit. Daisy worked hard for you. She wanted to make you happy. Worked hard. ビクトリアンセンチュリーコスチューム。私がエギルに頼んでいた衣装じゃないの。で、デイジーちゃん、どうやってこれを手に入れたの。まさか素材集めのために危険なフィールドを出歩いたりしたんじゃ。She sent the seed. 落ち着け、ゼリスカ。それはデイジーが俺の手伝いをして金を貯めて手に入れたものだ。そうそう、デイジーは危険なことはしちゃいないぜ。ゼリスカが着たがってる服を送りたいって自分で働いて手に入れたんだ。わ、私が着たがる。よっ。おいおい、なんかゼリスカ固まってねえか。It's a token of Daisy appreciation. Daisy ちゃん、さすがね。はい。マスターが私に可愛らしい服を着せようと思う気持ちも本当ですが、マスター自身も好きなんだろうなと感じていました。その通りよ。でも私が着ても似合わないから、これは Daisy ちゃんに。そこはご心配には及ばないのです。はい、実はこんなこともあろうかと。うひょー、二人とも似合ってるぜ。トロで、デイジーちゃんの衣装もあるの。もしかして他にも作っているの。アップボーテッド。はい、マスターはきっと一人では恥ずかしがると思ったので、スコードロンの女性全員で着られるように全員分の素材を購入しました。後で他の皆さんにもお届けするつもりです。はい、みんなで着れば怖くないのです。それに以前、仲良しのパーティーやスコードロンはコスチュームを合わせて着こなす流行があると聞いたのです。それはまさかここであん時のハッタリが出てこようとはな。ありがとう、デイジーちゃん。そしてみんなも、私とても嬉しいわ。Good to hear. 一件落着なのです。さ、せっかくの衣装なんだし、そこへ座れよ。お茶会としゃらこもうぜ。おお、エギルが茶を。ただな。ああ、今日だけは俺のおごりだ。おお、ケチなエギルがそう言うなんてめったにねえぞ。みんな喜べ。了解だ。じゃあご馳走していただこうかしら。ね、はい。おお、there is more。あら、こんにちは。レイちゃんはどうしたの？ I sent Ray out on some errands。そうなのね。こっちもデイジーちゃんは買い物中よ。もう少しで戻ってくるわ。この前は。その
ありがとう。あなたやクライン、エギル、それにレイちゃんにもいろいろと気を使わせてしまって、最近現実でもこっちの世界でもバタバタしてたから心に余裕がなくなっていたのは事実なのよ。そんな私の姿を見せてしまってなんだか恥ずかしいし申し訳なかったわ。あ、でもね、同じくらい嬉しくもあったのよ。スコードロンの仲間として優しくしてもらえたことが。もちろんデイジーちゃんに贈り物をもらえたことが一番嬉しかったのだけどね。 It looked wonderful on you. ありがとう。やっぱり恥ずかしかったけど、ああいうのもたまにはいいものね。確かにデイジーちゃんには私が昔着たかった服や憧れてた服を着せているところもあったから、そういうところを見抜かれてしまってたんでしょうね。優しい子だわ。ノーコメントよ。リアルの詮索はマナー違反でしょ。いや、そんなこともあったわね。でも私は遠慮しておくわ。ああ、私の服装を探ろうとしてるのね。もうダメよ。ああ、that's a shame. Line and others were excited. 仕方ないわね。そうね。いつかあなたたちがいろいろな秘密を知って、それでも私を招きたいと思ってくれたら。Spoiler alert! Yes! そうしたら、エギルの店へ行って、みんなでお茶をしましょうか。There is more? Let's go! 何かしら。で？ねえ？ When we first met, what was your first impression of me kind of negative?It's hard to say, it was a mixed bag. Hara, hara! Hara, hara! You are not good at being direct, are you? But I'll take it if it means you didn't completely hate my guts. Arigato. Arigato? Okay. Restart. There is more. Because minimap shows this. Shows it like that.So let's restart. It is the Glocken. Oppai. Let's go on a date again. ねえ? No, not at all. I always liked you. You really get along with everybody, don't you? Not that there is anything wrong with that. Of course, I like that about you. A few hours later. あら、ここってあなたの寝室だったのね。Oh boy. ごめんなさい。寝心地が良かったものだから、ついうとうとしちゃってたのよ。よかったらあなたも一緒に。どう？赤くなっちゃって、別に深い意味はないわよ。あ、そうそう。あなたって現実で寝るタイプ？それともこっちで寝ちゃうタイプ？特に意味はないわ。質問してみたかっただけ。あのね、仮想世界で睡眠に入る人って実はかなり多いらしいのよ。いや、全感覚をこっちに持ってくるから眠りを妨げる要素が少ないし、こっちの方が寝やすいっていう意見も多いみたいなのよね。確かに仮想世界の個室で寝れば物音なんてないでしょ。家族の寝息やいびき、
外から聞こえる音だって気にならないでしょうし、誰かがそばにいてくれた方がよく眠れる人もいるけれど、それならそういう設定をこっちですればいいだけだしね。え？私自身はどうかって？そうね、こちらで寝ることもあるけど、現実で寝ることの方が多いかしら。いろいろと忙しくてね。Maybe sometime in the real world we could... never mind, it doesn't matter right now. Again? マスター、やりましたよ！レア装備をゲットしてきました！ But look at it! さあ、このレア装備でマスターもパワーアップです！何を言っているんですか、マスター？これは武器じゃなくて防具ですよ。 I know from the context of the choices。 もしかして気に入りませんでしたか？では仕方ないのです。この装備は売ってしまいましょう。いいのです、気にしないでください。あら、レイちゃん、どうしたの？どうもしません、私は大丈夫です。大丈夫な人は自分から大丈夫なんて言わないものよ。違うのです、私がマスターに不要な装備しかゲットできないポンコツなので。ちょっと、これはどういうことなの？ That's not what I meant. It's not your fault. レイちゃんがせっかく手に入れてきてくれたんだから、弱い装備でも一度くらい着てあげればいいでしょ。仕方ないわね、薄情なマスターに代わって私が装備してあげるわ。本当ですか？本当に装備してくれるのですか？もちろんよ。それでどんな装備なのかしら？これです。これね、これはマスターどうしました？心拍数が少し。もしかしてセリスカも気に入らないのですか？そうじゃないのよ。そうじゃないんだけど、これはちょっと。マスター、その装備を見せてください。え？この装備には隠された機能があるようです。ステルス機能？それよ！レイちゃん、今着替えるわ。少しの間、後ろを向いててもらえるかしら？わかりました。さあ、マスターも後ろを向くのです。はい、もういいわよ。ほら、どう？似合ってるかしら？声はしますが、姿が見えません。ほらほら、こっちよ。誰かが私に触りました。セリスカですか？そうよ。すごいわ、本当に見えてないのね。使用者とマスター登録したアファシス以外からは完全に認識できなくなるようです。すごいじゃない、こんな装備あったのね。Without telling any of us。 実装したのかしら？ Let someone added it without telling any of us。 セリスカ、どうですか？レア装備ですか？役に立ちますか？もちろんよ、バッチリよ、レイちゃん。やったです。どうですか、マスター？私もちゃんと役に立つのです。I know, and I always appreciate it。 わかればいいのです。それにしてもこの装備かなり強力よね。光学迷彩のような揺らぎもなく、瞬時に完全に見えなくなるなんて。防御力の低すぎる見た目も性能と引き換えと考えれば納得がいくわ。となると、待って、アファシスの獲得できるアイテムにこれが含まれているということは、もしかしたらゲームバランスどころかゲーム自体を大きく変えてしまうかも。マスター、その格好で考え込むのは少し。え？あ、おう、おお、スタルフィールドフィニッシュ。え、どうしたの？そのステルス機能が、まさか
まさかよね。見えてないわよね。見えてないって言って。それば。いやー。どうやら一度きりの限定機能だったようです。バランスブレーカーの性能でしたから仕方ありませんね。そうね。あれだけのアイテムだもの。時間制限も使用制限もつけていないと危なくて実装できないわよね。結局今はただの弱い装備になってしまったのです。それは違うわ、デイちゃん。大切なのはアイテムがレアとか強力かとか、そういったことではないの。 She is right and just stop you both of me。 あら、いいこと言うわね。あなたのマスターはいいマスターね。はい。 That is more? 何かしら。いい感じだわ。 You are always a fun one to be alone with. Every day is an adventure with you. Are you having a good time too? You bet I am.Yeah, I always have a great time with you. With me specifically. Why, thank you. That makes me real happy. A few hours later. ごめんなさい。ちょっと横になってもいい？最近少し寝不足なの。Sure. 現実の仕事が忙しくてね。あ、だからって別に席を外さなくてもいいわよ。むしろあなたにはそばにいてほしいし。前にも言ったでしょ。人によっては誰かのぬくもりを感じながら寝た方が快適な睡眠になる場合もあるって。私もそういうタイプみたい。でもね、誰でもいいってわけじゃないわよ。信頼できる人がそばにいるってことが重要で。 She just said she really trusts me.そう、だからそうして自然にそばにいてくれると助かるわ。もしくはいっそ抱き枕になってもらえると心地いいかも。また赤くなっちゃって。そんなに動揺しなくたっていいのに。私現実でも抱き枕を使ってるのよ。寝る姿勢って仰向けが一番いいって言われてるけど、そんなの人それぞれよね。え？ゼリスカは寝ることについていろいろと調べてるみたいだけど、研究者なのかって？それは違うわよ。人から聞いただけ。それよりも話をそらさないで。私の抱き枕になってくれるんでしょ？ああ、逃げないでよ。I had a real lovely time with you today. Maybe something in the real world we could take another mind. It doesn't matter right now. There is more? There is more to Zaliska cutscenes. I am all for this.If you see Glocken, I'll be by. Nani kashira? Let's go on a date.Do you think of me as a good partner? Oh. For sure, I completely trust you. This is the good option. Arigato. I had a lot of fun today. I'd love to do this again sometime. There is more.OMG, contact loose.
Pipe to PC Glocken. Oh, so it was the wrong option. I wouldn't want anyone else. そうかしら? Wow, you are definitely not beating around the bush with that one. You are making me blush. I'll try not to let you down, sweetie. This was a good option because it gave me a few hours later version. 今日もここで寝てもいいかしら? Yep. 最近寝つきがいいせいか、すごく調子がいいの。もちろん現実の仕事も順調よ。あなたが抱き枕になってくれないのは残念だけど、抱き枕があればきっと睡眠の質もより向上すると思うのよね。また赤くなった。あ、じゃあこういうのはどうかしら。あなたが抱き枕になるのをためらってるなら、私を代わりに抱き枕にしてみるのよ。そうすれば抱き枕がいかに心地いいものか理解できるでしょ。理解できたら私の抱き枕になる気持ちも生まれてくるんじゃないかしら。さあ遠慮なくぐいっと抱きしめちゃっていいわよ。どうしてまた逃げるの。あなたが抱き枕になるわけじゃないのに。もう相変わらず恥ずかしがり屋なのね。でもいいわ、そういうところもあなたが信じられる人って証拠だもの。じゃあ今日もここで寝させてもらうわね。ね、お互いいい眠りを。グッドナイト。I had a real lovely time with you today. And the same text. Last cutsceneSleeping with Zaliska constantly. なんでも聞いてくれよ。どーんと情報を仕入れてくるぞ。毎度あり。Special effects. So what's the sort of color of it? Maido ari! Maido ari! Maido ari! Three of them will be nice. Others are useless, to be honest with you. Now let's go to Kirito room.Man, that Zaliska cutscene is the last ones. Spice! And I like them. I'm ready. Talk to Kureha once you are ready. Defeat Kirito, Sinon, Yuki, and Kureha. Buffalo Arena.I need to use ASMR. Yama, Kureha. Yuki.Sniper rifle is best here to shoot everyone down without losing anything, without losing literally a single bit of HP. I think we are just about done here. あなたの勝ちよ。
Congrats on becoming a leader of the squadron. おめでとう。Squadron. 君は厳しい戦いの時ほど燃えるタイプなんだろうね。見ているだけで結構感動しちゃったよ。なんてね。ああ、負けちゃった。もう少しでいけると思ったんだけどな。Yuki, you are one shot. 君の上達ぶりには驚いたよ。本当。敵として対峙してみてよくわかったわ。あなたなら戦闘でもいいリーダーになれると思う。The sniper rifle had literally no shaking. わかったわ。認めてあげる。あんたがリーダーよ。スコードロン結成。おめでとう。しっかりやるのよ。今は出かけている人たちも、スコードロンの結成を聞いたら、みんな入りたがると思うわ。まずは、SBC フリューゲル攻略かしらね。このメンバーなら何だってできるわ。早くお母さんに会いに行きましょう、マスター。オンキドンキ。クレハちゃん、あ、セリスカさん、どうしたんですか？スコードロン結成のお祝い中じゃ。そのリーダーがクレハちゃんがいないって心配していたから。すみません。まったく、あいつも気にしなくていいのに。あんなにカッコつけて勝負を申し込んだのに負けちゃったんだもの。ちょっと決まり悪くて。そうね。絶対に負けたくない勝負だったものね。キリト君たちのせいでお祭り騒ぎになってしまったけど、お祭り騒ぎ、クレハちゃんが本当に真剣だったのはわかるわ。あれはキリトさんたちの思いやりですよ。私が負けるって分かっ、気にする必要はないわ。キリト君たちはとても楽しんでたもの。She says true. ゼリスカ says true. 前にクエストで会った時にもお話ししたことなんですけど、私にはお姉ちゃんがいて、すごく優秀で気遣いも上手で、だからわかるんです。みんなもきっと内心では呆れてるんですよ。それを否定するのは簡単だけど、クレハちゃんが納得できないなら無意味よね。あ、すみません、なんかすごく愚痴っちゃって。 I'm just mourning at this point. 時には気持ちを吐き出すことも大事よ。自分本当の気持ちだけは見失っちゃダメ。はい。Just like me. Dead inside. Quest complete, a new squad. Now we will just run through a single UPC Glocken dungeon and end the episode of the cutscene. Some inclined the SBC Glocken for our assault on the Flugel. Okay.UPC Glotzken. どういうことですか、いつきさん。俺たち何にも聞いてないんですけど。そうっす、ひどいっす。いつきさんが何をやろうと俺たちがとやかく言える権利はないが、これはすみません。彼らがどうしてもいつきさんと話をしたいと言い出しました。せめて一言事前にお話しいただければよかったのですが。いつきたちが何か言い合っているみたいです。喧嘩なら止めなければ。マスター、な、あいつっす。あいつがいつきさんを引き抜いたやつっす。おいお前、いつきさんに何をしたんだ。スコードロンのリーダーを引き抜くなんてやりすぎだぞ。僕が誰かの言いなりになるような人間に見えるかい。あくまできっかけになっただけ。どういうことだ、いつきさん。飽きちゃった。君たち僕に依存しすぎ。僕に楽しませてもらうんじゃなくてさ、自分で楽しまなきゃ。それはなんてね。ま、たまには
他のスコードロンで遊ばせてくれよ。退屈になったらまた戻ってくるからさ。あ、遊びなんですね。それならまあ早く戻ってきてくださいね。待ってるっすよ。分かってくれてありがとう。悪いけど今日は用があるから引き上げてくれないか。了解した。それでは失礼する。本当にお戻りになるのですか？嘘は言ってないよ。つまり我々には飽きたということですね。やだな。パイソン君は別さ。君だけは頼りにしているよ。彼らが暴走しないよう適当に相手しておいて。たまにはこちらのホームにも顔を出してください。うちにはあなたを慕う人間が集まっているのですから、いつきさんをよろしくお願いします。いつき、大丈夫ですか？ああ、僕は全く大丈夫さ。彼らは誤解してるんだ、僕が英雄か何かだとね。でも僕はどちらかというと魔王タイプなんだよ。魔王タイプ。そんな心配そうな顔をしないでくれ。君のスコードロンに入るのは僕の意志さ。君といれば僕は退屈から解放されるかもしれないなんてね。いや、気にしないでくれ。こっちの話さ。それより今からどこかに行くのかい？Oh boy. What the fuck this time? Wait, that is new cutscene. Wow, this guy. And that is another new cutscene. Rain.But for now, let's go to Kiri to those cutscenes of Rain and other girls will be done later. Kirito's room. Yes, yes, and yes. Mojo just changed Steve into Alex. Yeah.カリンでも行くのかい？君とのクエストならいつでも OK と言いたいところなんだけどさ、今日はちょっと気になることがあってさ。 Let me guess, are they? 君の中じゃ俺ってそう見られてるのか？いや、と言ってもまあ、でもそのアイテムが貢献だって、そりゃこの世界では銃がメインってこと。コレクションには大して興味はないけど、本物の名剣があるんなら手に入れたい。 Stop that, I'm helping you probably. もしかしてテスト？正直ちょっと戦力不足は感じてたんだ。あ、でも肝心の貢献は分配するってわけにいかないし。いや、でもこの機会は逃したくない。とにかく今手伝ってくれ。お礼は何か考えるから。Hey, you don't owe me ありがとう。じゃあ行こうか。ストップ。待ってて。この道の奥、多分敵だろう。仮想。これは面倒だな。隠れておいて素直に打ち合いなんかして増援を呼ばれても面倒だ。まあ一つ提案があるんだが、ここは俺におとりを任せてくれないか。貢献で防ぎながら走れば一気に距離を詰められると思う。向こうも迎撃のために顔を出すだろうから、君はそこを打ってくれ。精密射撃で倒すのでも弾幕で制圧するのでもいい。合わせる。Show me what you are made of. わかった。それじゃ、行ってくさ。二、一。よし、うまくいったな。とはいえ結構やられたな。あんなに陣が厚いとは。考えてみたら、貢献を獲得するダンジョンなんだから、貢献使いの対策してあるのは当たり前だったよ。援護、助かったぜ。俺一人で来てたら。下手したらここで終わってた。まだまだ気は抜けないけど、君とならクリアできる気がするよ。OK。これは間違いない貢献だ。ずいぶん苦労させられたけど、ようやく手に入ったな。よしやったぜ。キー、うん、に、
7つも特殊能力がついてるな。こいつはレアリティもすごいぞ。これで狩りの効率も格段にアップだ。ありがとな、君のおかげだよ。本当にどんなお礼をすればいいか。こいつが2本出てきたなら喜んで片方譲るのにな。Tell me how you could pro the damage。 そうだな、興味があるなら教えるよ。さて、それでは極意を授けよう。How to predict ballistic prediction lines by what you got from the star。 あとは椅子はするだけなんだし。 Oh, that was really ill related。 じゃあ外で練習しようぜ。どっちみち、practice of doing this。 体で覚えなきゃいけないものだしな。そうと決まれば、早速脱出だ。ふん、こんなところかな。これで基礎は体得できたと思う。あとは実践で高めていけばいい。ありがとうな。剣にも興味を持ってもらえて嬉しいよ。GGO じゃ主流とはとても言えないしさ。もしも君はもっと剣の世界を見てみたいと思うなら、剣が主体のゲームもあるから。あ、もちろん君が良ければだけど。 Sounds like fun。 よろしく。よし、じゃあ剣の魅力をもっと知ってもらわないとな。クエストがあったらどんどん誘ってくれよ。しっかり腕を震わせてもらうからさ。Guns and Swords Style Introduction。 これはボチピーガン。 Oh boy, even more cutscenes。 Let's take all of them off as much as we can。 However, I need to check for how long do I record。 It's 1 hour。 So let's get the main cutscene outin the way, since it is 1 hour already. Oh, it's at the end. Okay, so many new cutscenes, the green ones. Damn, son.I don't know what this guy. Here is Sion. Hello, konnichiwa. Log in してたね。どう？ちゃんと稼げてるかしら？ Yep. 私はほどほどというところ。上が見えている気はするけれど、もう一つ届かない感じよ。お互い頑張りましょう。努力していればいつか。やあ、シノ。ここにいたんだね。シュピーゲル。ああ、ボクサー。The man of pain。伝えたいことがあってさ。そう。I will just 用事ならメールをくれればよかったのに。Like one second and then。せっかくだし、直接会って話したかったんだ。そう。でも。おっと、そうだね。うん。そうだった。聞いてよシノ。もし。どういうこと？レア狙撃銃をドロップするやつが現れたってこと。拳銃だの短期間銃だのをドロップするボスは今までもいたけど、多分まだほとんどの人は知らないはずだよ。今までの例から言って、こういうボスはポップ数に限りがあると思う。早めに行動するほど有利になる。だから急いだ方がいいよ。あ、もちろんさ、強力な武器が。そうすれば、本当は僕も一緒についていけないのは残念だけど、それじゃあ頑張ってね。行っちゃった。Finally, he acted like I wasn't even there. I guess he's not one for pleasantries. どうかしら。別にそんなこともないと思うのだけど。I'm pretty sure he noticed you at least. So whatever choice I made here didn't matter. まあいいわ。それより今はこの状況、強力な狙撃銃。正直すごく興味あるわ。たとえ推測に過ぎない話だとしても、私は強くなりたい。早めに行動するほど有利になるっていうのは彼の言う通りだと思う。ほとんどの人が知らないっていうのは、何人かは知っているってことだわ。すぐにでもこの座標に向かわないと。あ、虫のいいお願いなのは分かっているけど、もし本当に狙撃銃がドロップしたら、
あなたにそれを渡すことはできないわ。OK。これ、もらった座標が正しければ、この部屋のはずよ。大きい。いるわ。大きい。それにあの名前。Yep. 間違いない。動かない。まだ感知範囲の外なのかしら。それなら、ちょっと試してみましょうか。ここでいいかしら。ごめんなさい。しばらく静かにしていてね。聞いていないわけではないわね。少しは通る。It is a ghost.でもこれは簡単に勝てるような相手じゃないわ。一旦撤退。Then it's worth fighting. If we can hurt it, we can kill it. Second option is better. そうね。ここで戻ったら何をしにここまで来たのかわからない。私だけじゃない。あなたもいるなら勝機は五分。50-50. Let's see.半分もあれば十分だわ。ねえ、あいつは強敵よ。それでも一緒に戦ってくれる。ありがとう。ゴーストインカミング。私はここから狙撃に徹するわ。あなたも自分の戦い方をして。お互いに力を合わせていきましょう。敵の攻撃が偏っちゃうかもしれないけど、ちゃんと支援するわ。もちろん本当に危なくなったら下がってよ。勇気と万有は違うんだから。頑張りましょう。戦友。戦友、that's a new thing. But they translated in but they translated it into partner. Ghost but incoming. Let's get ready.Halfway there. Deep breath. Deep breath. Oh no! Reloading. Deep breath. Oh, nice. Tossed. The soundtrack.ビクトリーサウンドトラック。ナインスナイピング。ええ、ありがとう。まだちょっと頭が切り替わらないけど、本当に勝ったのね。そうだ、ボスのドロップ確認しないと。これはアンチマテリアルライフルティアマト。アンチマテリアルライフル。すごい威力と射程。その分重量も要求ストリングス値も、確かにこれは最高レベルの狙撃銃ね。There is also AMR breakthrough, but the ammo is not good for it. Congrats. あなたのリアルラックにあやかれたのかもね。And it doesn't matter what I have said. 改めて言うのもちょっとあれなんだけど。Corny, but... ありがとう。こうして無事に勝てたのはあなたのおかげよ。私だけだったら攻撃力も耐久力も足りなかった。そもそも挑んだかも怪しいわ。あなたが仲間がいたからこうして戦えたんだと思う。 It was easier than usual. Hey, you saved my bacon out there. I'm pretty sure you could have taken it. あら、買いかぶりよ。そんなの評価してもらって悪い気はしないけれど、そもそも足りないって思ったからここに来たのだしね。そう、足りなかった。シュピーゲルは強くなれば仲間に、仲間は仲間、強くなるのは仲間から離れるためじゃなくて仲間に報いるため。私は今までみんなにたくさん支えてもらったから、今度は私が
みんなを支えられるようにって思った。 I'm with you then。 え？ ありがとう。ちょっとらしくなかったかしら。あのね、誤解しないでほしいのだけど、私にも個人的な目的はあるからね。頑張りたいこと、克服したいことがあって、そのために強くなりたいっていう部分ももちろんあるわ。成人君子なんかじゃないんだから。私はさあ、そろそろ戻りましょう。レア武器を持っているのだし、多少の遭遇は覚悟して最短距離を。ごめんなさい、私さっきの戦闘でほとんど弾を打ち尽くしていたわ。ティアマと思ったら重量限界ギリギリになったし、これの初期装填分しか打てないかも。あ、あのね、私たち仲間よね。その、もう少し頼らせてもらっていいかしら。ありがとう。この借りは活躍して返すから。Hey, Huna, sorry to bother you, but it's starting to sound like some schools are making real progress with the flugel now. We better get a move on if we want to clear it first. Just make sure you are ready. Next! APC flugel. It's okay. Wait, two classes, Xenon and Len and fuck a zero. The girl there and Bitopui and M. I mean Bitopui. So many new cutscenes opened up and not enough time to do everything. Oh, my PC calmed down and it's not as hot as earlier. So I will continue the cutscenes in the next episode, I guess. So let's line up properly and thank you everyone for watching. Hope to see you in the next episode, but for now, bye bye.